高橋ラボラトリーウィス、皆さんこんにちは、高橋です。今回はちょっと久々のね動画配信で、まあ、顔出しするのも久々なんですけど、はい、今回はあの機動戦士ガンダムの、水星の魔女のプロローグがですねついに公開されまして、まあ最速のね映像見させていただきましたが、もうやばいね、やばいよ、本当になんか語ることが多すぎる。やっぱガンダムの最新作ってこれだよね。やっぱこうね、何が起こるかわからないっていうこの状況でね、こうガンダムというコンテンツがこう広がりを見せるこの感じもう最高ですよね。はい、つうわけでやっぱプロローグ見させていただきましたが最高、もうやばいね。もう10月のね水星の魔女の放送がすげー楽しみになっちゃうわけでございますよ。はい、でまああのね、前情報として、まあ、公開されたのがあのガンダムルブリスと、まあ、ベルグバウ、待ってベルグベウですねはい、ベルグバウは違う機体で、あのっていうね2機体があのガンプラ化してる、あの2機体が、まあ、活躍するよという、まあ、前触れで、まあ、プロローグだよ、前日談だよというね内容で出てきましたが、まさかね主人公がまさか4歳での登場という、かなりね本当にその水星の魔女というの世界観のベースとなる話っていう感じでしたね。でまああの水星の魔女はあの前情報の中で見てると、まあ、学園ものだよっていうところがあったと思うんですが、いやまさかこんなに重い展開になるとは思いませんでしたね。うわ、ここら辺こうぐちゃぐちゃにされるような展開じゃんと思って、いやあれはきついね。いやまあね、やっぱねこう親子もののねストーリーってなっちゃうとね、ここがやられるよね、本当に。はい、まあね、ちょっといろいろなね、ストーリーの部分っていうところ、すごい気になる部分たくさんありましたが、まあ、個人的に、ね、気になったポイントを何個かね、見ていきたいなと思います。まず一つ目はですね、まあ、この前にちょっとこの水星の魔女のね、情報が公開したときに、まあ、ずっと疑問に思ってた一つがちょっと解決しそうなんですよね。そう、ガンダムっていう名前の定義ですね。まあ、機動戦士ガンダム、水星の魔女っていうんだから、まあ、ガンダムってなんだよっていう。はい、まあ、そのガンダムって、まあ、その例えば鉄血オルフェンだったらガンダムフレームのモビルスーツがまあガンダムタイプとか言われるような形で、まあ、結構ね作品によってそのガンダムというね定義変わってくるんですけど、まあ、今回の作品のまあガンダムっていう定義はまだね完全には分かんないけど、どうやらなんかその特殊なね、まあ、システムといいますか、そのガンドって言われている、まあ、システムを搭載している、まあ、モビルスーツが、まあ、ガンダムタイプと呼ばれてるみたいですね。だからなんかワンオフの機体っていうよりは結構量産機みたいなね、なんかその名前まだ覚えてないんですけど、ガンダムガンイージーみたいなね、なんか量産型のガンダムみたいなのもいて、ああこういう感じなんだここの世界のガンダムはというところで、またねいろんなガンダム作品の世界観の中でもまたちょっと違ったねガンダムのお話になるんじゃないかなっていうところはちょっと楽しみだなと思いました。で、まあ、このガンドっていうのが、まあ、おそらくね、まあ、この雰囲気を見る限りはなんかアレア式システムみたいなね、ちょっといわゆるまあ、機械の力で人間のね、あのいわゆるなんだろうな、こう補助をするような機械、まあ、マンマシンインターフェースみたいなね。はい、で実際にね、まあ、多分おそらく主人公であろうあの女の子の、まあ、お母さんにあたる子がね、このまあ、右手がなんか義手みたいな形になっていて、最近ちょっと僕鋼の錬金術すげえ読んでるからオートメール見ててずっと思ったんですけど、まあそういったまあその技術が発展しているの世界観の中で、まあそこを使っている技術がおそらくガンドと呼ばれてるんじゃないかなっていうところで、それを18メーター級にしたものがまあガンダムなのかなっていうところが、まあ今のところの考察、まあこれはねおいおいすぐ分かっていくと思うんですが、まあそんなような世界観の中のガンダムという定義が分かっただけでもすごくね、このプロローグすごい有意義なものだったなと思いましたね。で、あとはもうね、いろいろもう気になるところたくさんあるんですけど、まず戦闘というかモビルスーツの動き最高でしたね。いやまさかね、まあ、今回の、まあ、そのモビルスーツのね、まあ、どの戦い方するのかなっていう、例えば、まあ、ガンダムシーだったら、まあ、ビームをねこうかっこよく打ったりとか、まあ、ダブルはね GN 粒子というね、まあ、独自の概念があって、で鉄血のオルフェンズは、まあ、ガンダムフレームで、まあ、ビームが効かないから、いわゆるもうオーダーって、まあ、実弾武器をね使っていくっていうところあったと思うんですけど、今回の作品は遠隔装備が結構重要っぽいですね。リモート武器、まあ、これはあれなのかな、時代の流行りっていうところもあるのかもしれないんですけど、まあ、結構やっぱその、まあ、ビット兵器がねもういきなりプロロールが出てくるとは思いませんでしたね。一応なんかこの今回のねこのプロローグの公開の後に、まあ
イベントの中で、まあ、武装名がねガンビットという名前というところで公開されましたけど、名前もいいですよね、ガンビット。なんかありそうでなかったというか、なんかガンビットってコイン出して言いたいなっていうなんか武装なんですけど、そのガンビットね、こうバラ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 って言ってビュー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 って、これガンダム好きだったら絶対好きな動き方だよっていうところでね、いやーいいなー、もうルブリスめっちゃ欲しくなっちゃいましたね。あの一瞬のねペペ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 ペみたいな、もう全然今説明なってないと思うんですけど、これ映像見てほしいですね。はい、っていうあの一連の動き見るだけで、あルブリス、あ予約してよかったなって思っちゃいましたね。早くちょっとルブリスは作りたいな。で多分おそらくね、ここの多分技術を踏襲して、まあ、エアリアルも今回の公開によって出てきましたけど、そのね、あのガンビットみたいなね、こうファン、あのビットみたいなね、こう展開がね、シールドからできるっていうのがね、発表されたので、まあそこからね、いろんななんかこう、発展していくんじゃねえかなって気はするんですけど、まあそれが、まあエアリアルとかでもそういうのを使っていくってところで非常に楽しみですね。で、まあちょっとさっきも話したんですけど、まあリモート、まあ、いわゆるリモート兵器ですね、いわゆるあの遠隔装備っていうところがまあ重要になってくるのかなっていうところを思ったのが、まあその機体の武装としてメイン武装になってるところも一つあるし、あとはそのさっきのね、あのガンドって呼ばれる、なんかその、なんだろうな、こうマンマシンインターフェースみたいなね、まあ、機械と人をつなぐなんか装備みたいな感じになってて、まあ、すげえやばそうな感じもするんだけど、やっぱこう遠隔で何かをする、さらに遠隔で何かをするっていう、なんだろうな、このリモ、この最近のね、やっぱこう日本社会というか、まあ、コロナとかがあってね、こうリモートワークとかこう流行り始めてる、そういったところもなんか社会的なところをまあ影響させてるのかなっていうのをちょっと思いましたね。はい、そしてですね、まああとはモビルスーツもちょこ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 知らねえやつがいっぱい出てきましたね。もう名前まだ覚えられてないよって、僕今やっと覚えたらルブリスとかね、ディランザとかね、そういう最近発表されたファラクトとか、まあエアリアルとかね、そういった機体はね、まああとミカエリスかとか覚えてきたんだ、やっとね。でもうすでに新しい機体出てんじゃんっていう、わかんねえっていう。とりあえず最初にね、このプロローグに出てきた機体で、なんかガンエイジみたいなオイルス、あれめっちゃかっこよかったですね。お父ちゃんが乗ってきた機体、まあちょっとすごい装置的には多分完成してないからかなのかわかんないですけど、すげえやばそうなシステムになってて、なんかビット装兵器をね使った瞬間にあんなにねやばいことになる感じ、いやーちょっとビビりますね。最後ねこうやられる瞬間のハッピーバースデーあれはちょっとしばらくちょっと脳みそに残っちゃいますね。いやあれきついね。4歳の子だからね、あそこでねパパが死んじゃうとかわかんないっていうところはまた辛いんだよなあれ。まあそんなこともあって、なんか今回ね正直ルブリスもすごくかっこよかったし、敵のねベルグベイもねかっこよかったんだけど、そのガンイージみたいな機体、ガンダムタイプの量産機みたいな、あの機体が今回一番なんか活躍してたし、インパクトもあったなって感じはしますよね。いやー本当にあの機体どうなるんだろうね、今後も出てくるのかな。なんか量産型のガンダムって意外と少なかったりするんで、まあそういうこと陸戦型ガンダムとかね、ガンイージみたいな感じでね、なんか今後そういったのがねこう、その水星の魔女の世界観でね活躍したらすごいテンション上がるなと思いましたね。いやでも脳裏に焼き付きますね、ハッピーバースデー。いやーあの展開はきついねさあ、まあそんなとこでですね、あと実際に、まあ、今回ですね、まあその動画のね発表の中で、まあそのプロローグの中のストーリーももちろんなんですけど、まあ結構いろんな新商品も発表されて、まあガンプラもね、いろいろ発表されましたね。でね、結構個人的に激アツはね、やっぱファラクトめちゃくちゃかっけえなって、ガンダムファラクトってあの黒い機体ね。あれはかっこいいね。やっぱそのもちろん設定がうちでもめちゃくちゃいいなと思ったんだけど、その実際にやっぱガンプラのね、こう、立体物としての写真を見たときに、ロングバレルのライフルめちゃくちゃかっこいいし、シルエットもね、ちょっと太もも大きいけど、こうシュッ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 とね、とんがったようなデザイン。いやー、あれはちょっと作ってみたいなって思ったのが一つ。あと、ディランザですね。専用機しかまだ発表されてなかったんですけど、ついにね、一般機仕様のね、緑色のデザインがね、出てきまして、いや、あれいいね。多分おそらく、ポジションだけザク的な感じなのかなと思ったんですけど、いやー、重装甲のホイールスーツ感、なんかそういうのどうも、放させてるようなね、ドムとかなんかグフとかね、ちょっとひと味違った量産機関があって、なんかかっこいいんだよね、あれマジで。あれですよ、業務さんデザインだと思うんですけど、いや好きな要素しかないので、あれは絶対作りたいなと思いましたね。はい、いやあれどうなるんだろう、どんな活躍するんでしょうね。もうほんとなんかね、具体的に今回のその
まあ、水星の魔女ってその機体ごとのね武装がインパクト大きいんですよね。まあ、さっきの あのエアリアルはガンビットってベベベッと飛ばすとかね、あのパラクトは大型のライフルとかで、ヤンザは大型のねこう武装とか結構パンチのある武装を持ってる機体はすごく多いので、なんかほんとガンプラで作った時も結構楽しそうだなと思うポイントがすごく多かったなと思いましたね。はい、そして最後、まあファラクトとか、まあ、いろんなね機体すごい注目だったんですけど、あのエアリアルですね。エアリアルのガンプラがなんかね、そのまあ普通のガンプラとはまた違った新しい技術が搭載されてるんですよね。多分ここの肩とかの肩とか、ここは胸の部分か、胸の部分のなんかあの赤いラインがビュー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 ってなるようなね状態を再現するためのなんか新しいクリアパーツをまあ採用しましたって書いてあったので、まあ、ちょっとね技術的な部分で新鮮な部分もあるのかなというところで、まあ、エアリアルはとりあえずねゲットして作ってみたいなと思いましたね。はい、そんなところでいろいろなんかもう僕が喋りたいことうわーっと喋っちゃいましたけど、皆さんはいかがでしたかね。はい、まあ、あのこの今回のプロローグの公開っていうのが今回この動画でのね発表っていうのと、あとなんかあのイベントとかで行くとその視聴券みたいなのがもらえるみたいなので、まあ、そういったところをゲットすれば見れるっていうところなので、まあ放送、まあ、10月の放送までにね一回見とくのは絶対いいかなと。あれはねもう何回の見たい、だから本当映画みたいだった、本当に劇場作品を見てるかのようなあの展開だったので、まあ、僕的にはもうこのプロローグの時点で、ああ水星の魔女は神作かもしれんと思わせるような内容だったので、ぜひねちょっと検索してね調べてみてほしいなと思います。こんなところで、今回の動画は以上です。ぜひね今後も様々な配信やっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録して高評価ボタン何卒よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。